YouTube で有名になったので3万人ぐらいになったら声かかると思う。うん、で生駒さんの場合はおしゃべりが上手だからなんかちょっと違うところかもわからないですね。ラジオとかね、なんかどっからどうオファーが来るかわからないんで、なので、ね、その体制だけはもうまあ、そういうことが待っているよっていうのは。わかりました。思わぬ産物がいっぱい出てくるから。まずもともと一人旅さんの、一人旅さんの動画を拝見していて、はいはい、で見ることによってその神社はもともと好きだったんですけど、うん、その神社とか神様の存在っていうのがより身近に感じられるきっかけになったんですよね。はいはい、うん、伊勢神宮の動画上げられて、上げてますね、私拝見したんですよ。はい、でその後今まで伊勢神宮行ったことなかったんですけど、どうしても行きたいっていう衝動に駆られて、よし行こうと思って3日後ぐらいに行く予定を立てたんですね。でそしたらその行く前日に美しい川の YouTube を見て、で、まあ、なんかすごいいい夢見たなと思って、で伊勢神宮に行ってみたら、それがまさしく夢で見た光景で正夢を見ました。そのおかげでそのなんか身近に感じていいんだっていうことも、うん、なんかすごく腑に落ちたというか、木もそうやし岩もそうやし、いろんなところに神さん宿ってるじゃないですか。これってやっぱりすでにその生活の中にみんな入り込んでるんでしょうね、日本の神様って。だから訪問はそこをやっぱり望んでて、なんか遠く感じる必要はないかなと思うけどね。神様がやっぱり近くにいてくれはるっていうのを感じれるんだったら、やっぱ人生って絶対変わってくる。僕はそうなんでね、実際のこと。だってほんの2年前なんてスピリチュアルの素の字もなかったから、僕現実世界だけやったから。で年に 4,5 回神社行って、でも頼むことって金運ばっかりでしょ、もうほんまそういうこと宝くじ子でも何やってもらったりしてみたいな、ね、でも5回ぐらい、5、6回行っただけでもよう行ってると思い込んでたからね。でそれは今やもうほとんど360日ほぼ毎日行ってるでしょ。で1日何軒も行くし、だそれぐらいやっぱ行くようになって、ほんとこの2年ぐらいで一気になんですか、変わったっていうか僕自身がね、実際になんかたくさんご予約いただいてるからね。いやもうね、それがもう僕がやっぱりね配信して伝えていくのが役割やなっていうのをすごい感じてます。3月26日の合同参拝は参加されるんですか？あ、はい、もちろん行きます、はい、もちろん行きます。ぜひ一緒に金運あげましょう。はい、一人旅さんに直接お会いすることができます、合同参拝は。はい、あとメンバーさん限定の合同参拝になりますので、よかったら入会して合同参拝参加してください。みこまさんも言いますので、はい、私もお待ちしております。はい、メンバーさんもすごく素敵な方がたくさんいらっしゃいます、ね、いい人ばっかりなんで、はい、はい、お待ちしております。バイバイ。それでは私みこまがですね、パワースポットひとり旅さんの動画をご覧の皆様に向けて、この龍神カードを使ってちょっと僭越ながらメッセージを受け取らせていただきたいと思います。うわ、はい、今ちょっとではカード、はい、うわちょっとこれ素晴らしいカードが出ています。はい、このようにですねすごい素晴らしいカードが出ました。まずですね昇龍様、一気にステージアップ。はい、でこちらが紫龍様、変化を受け入れる。で黄龍様、あなたが主役ですということで、こちらが皆様に向かってメッセージ来ています。はい、でね、一番最初に出たカードがやっぱりこの昇龍様、一気にステージアップの時の、ステージアップというメッセージが来ているので、これからも皆様にさらなるステージアップの時一気に展開が変わっていくよということを伝えてくれています。まあ、これってきっとやっぱりパワースポットひとり旅さんの、ね、動画を皆様ご覧になっているということで、それだけでも幸運を引き寄せてらっしゃるということだと思うんですけれども、ね、さらなるステージアップの時が待っているということを伝えてくれています。でそのためにですね、はい、こちらがアドバイスメッセージなのかなって、皆様へのアドバイスメッセージなのかなということを感じました。はい、まずは変化を受け入れるということで、これから感じたのが今までと同じであるとか現状と同じということを選ぶのではなくて、例えば新しい方を選ぶであるだとか、あなたがより幸せだったり嬉しさとか心が満たされることを選ぶということがまずやっぱり必要なのかなということを感じました。なるほど、今までと同じことを選ぶっていうのはやっぱりこれまでと同じであることを選ぶっていうことになっちゃうじゃないですか。で皆さんはやっぱりこういったステージアップに向けて今道が開かれている時なので、
それこそステージアップへ向けての変化、自分が変化するということをぜひ受け入れてくださいねということを伝えてくれています。最後に出たカードがこれ、皆さんが主役です。今画面の前のあなたが主役ということですね。でもしかしたらそのご覧いただいている皆さんの中にはですね、何かによって環境によって影響されて、その中で自分はただいるように感じたりであるだとか、自分は何かの脇役なんじゃないかって思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、そうじゃないんです。あなたがもうあなたの人生の主役なんですよっていう、まず自分が例えばヒーローであったりだとかヒロインであるという心意気をぜひちょっとそういった意識を、ね、持っていただくと、あなたがもうより輝くことにつながっていくんじゃないかなと思います。ドリーさんの動画を、ね、もう YouTube で見つけられたって言って、その動画に出会われたっていう時点で、ね、皆さんは結構幸運の持ち主なのかなっていうふうに私も含め思います。オンラインサロン入っていただくと三河さんもいらっしゃいますので、はい、ぜひ皆さんご入会お待ちしております。ありがとうございました。